皆さんこんばんは。ラテリエドゥブルベの川田若葉です。私は、お菓子教室の他に自宅の教室の開業や運営をサポートさせていただいております。はい、21時からね、毎日基本的には平日インスタライブをさせていただいていたんですけれども、100回を終えてこれからですね、火水の9時できる時にやるみたいなルールで、これからも無理なく続けていきたいと思いますので、お時間があるときはぜひオンタイムで聞きに来ていただければと思います。今日の議題なんですけれども傾聴力についてですよ。これって、教室運営にはすっごく大事で、多分もう人として大事って話でもありますよね。なので、ぜひよろしければ聞いていっていただければと思います。はい、その前にですね、一つご案内させていただきたいと思います。はい、今教室の先生に向けての動画制作入門講座っていうのをやっております。これはね、本当にこれからやってみたい人っていう人に、まずそもそもどこから始めるのっていうところのね、基本的なところをお教えする講座になっておりますから、ぜひ、ちょっとね、動画気になるっていう人はまず覗いてみていただきたいので、私の、プロフィールのリットリンクから入っていただいてですね、そしてそこにバナーがありますから、ちょっとねクリックしてみていただければと思います。というわけでね、本題に入っていきたいと思います。お題、相手の言葉に振り回されてない、真の傾聴力を身につけようということですね。このね、傾聴力の文字にね、注目していただきたいんですよね。普通に聞くっていう場合は門構えに、耳っていうふうになりますね。ところがですよ、傾聴力って今ここに下に漢字出てますよね。これは耳辺ですよね。それで右側は目と心っていう文字が入ってるじゃないですか。つまりですね、相手の話によく耳を傾け、それだけじゃなくて目と心をもう駆使して相手が本当に望んでいることを理解するっていうことなんですよね。なので、私たちね、教室の先生とか、他の仕事でも何でもそうだと思いますけど、日々ね、質問を受けたりとかいろいろ相談を受けたりっていうことがあるんですよ。ただそのね、質問一つ取ったって、それ額面通りに受け取って、それでシンプルな答えで返しますかっていうことなんですよね。すごい分かりやすい例で言うと、お菓子教室で例えればですよ、例えばインスタでデモンストレーションやってます。そうすると絶対にあるであろう質問は、今何度で何分焼いてますかみたいなやつですよね。その時に普通に、はい、170度で40分ですっていうだけのお答えをする先生っているかなっていうと、あんまりいないんじゃないですか。例えばこの人は、このね、今物理的に何分焼くのかっていうことが知りたいというよりは、自分が家で再現するときに失敗なくこのお菓子を作りたいって思っているであろうっていうことですよね。だから答え方としては、はい、私の場合はビルトインのガスオーブンを使っていまして、170度の40分です。もし、ところでどんなオーブンをお使いですかっていうふうに聞きません？で、その上でお答えが返ってきたら、例えば家庭用の電気オーブンだと火力が異なるかもしれません、10度上げてやってみてくださいとか、例えばそんな感じ。それかレシピ通りに焼いてもらってから、あと追加で15分ぐらい焼いてみましょうとかね、そんないろんな答え方があるわけです。要は相手の考えていることを先に思いやるっていうところですよね。はい、これは誰しもオーブンの話なんかだったら分かりやすい例だと思いますけど、あとね、質問とかを受けると、たまにね、例えば最近であったので言うと、私がチョコレートの乳化の話をしてて、ガナッシュを作ってたんですよね。それでチョコレートに生クリームを入れてよく混ぜてください、よく混ぜて乳化してくださいねっていうふうに話をしていたら、その後ね、しばらくして、返事が、返事っていうか、オンラインでやってたんでね、今回の場合は一生懸命混ぜろって先生が言ってたのに、混ぜ足りなくってうまく乳化できず分離しちゃったんですよ。で、ちょっとね、分離してもう見るも無残なので、写真は今回送りません。
また作り直しますねっていうようなメッセージが届きました。その時にそうですか、混ぜ足りなかったんだで終わりますかっていうことなんですよね。私は混ぜ足りなくって入荷できなかったっていうのはまあありえます。だけれども本当かなって思っちゃったりしたんですね。なのでもうちょっと詳しく状況を聞かせてください。でレシピに書いてある生クリームの量は全部入れましたかとかね、まあ、そんなことをやり取りしてたんですよね。そうするとまあ結論で言うとですよ、その質問者の方は混ぜ足りないから分離したって思ってたんですね。混ぜが足りてないから。で私は答えとしてむしろ逆で、混ぜすぎたから分離したっていうことが分かったんですよ。つまりまあ、この場合どういうことかっていうと、まあ、生クリーム規定量を入れる前にすでに分離してて、この分離をなんとか解消したいって思ってもう躍起になって混ぜる。で混ぜれば混ぜるほど分離が進むみたいな、そういう状況、ね、なので混ぜ足りなかったんじゃないんですよ。でもその人はもう私混ぜ足りてないっていう思いがあるから頑張って一生懸命どんどん混ぜちゃう、そして事態が悪化するみたいな、そういう状況ですよね。そうするとこの場合は額面通りにやっぱ取らないっていうところなんですよ。この人もしかして逆のことを考えてない、こういう勘違いしてる可能性ないとかね、その確証を得るために追い質問をしてみるとかね、そういうふうにしていろんなまあ聞いたままのことだけじゃないことを、まあ、頭を駆使していろいろ考えるわけですよね。で結論、問題が実は、彼女が思っていた原因とは違う。だから質問してくる人ってなんかそもそも勘違いをしていて、勘違いの前提のままに質問してくるってことあるんですよ。そうするとその質問を額面通りにとっても問題の解決にならないっていうことが多々あるんじゃないかなと思います。はい、特にねこれオンラインが増えてから多いんじゃないかなと思いますね。例えば対面だと、まあ、どういう言葉遣いはともかくとして、こうやって見てたら、あ、事態がよく分かる、刻々と、まあ、分離してるとかね、そういう状態が分かるわけなんで、見ながら注意できるっていうのはあるんですけどもね、うん、オンラインだと、まあ、ちょっとそれが見ることがオンタイムで見れなくて、後で質問が来た場合なんかね、文面というかね、もう行間を読むっていう必要が出てくるっていうことになりますよね。うん、はい。あとね、教室の先生だったら傾聴力必要なのどんな時か、いつもお客さんの声を聞きましょうっていうことはよく言ってますよね。例えば自分がこれからどんなレッスンをしていきたいかっていう時に、自分本位のレッスンではなくって、どういうものが求められているかっていうことをやっぱり聞く必要があるわけじゃないですか。そうするともちろん普段の会話って結構大事ですよね。自分がこれから新しいコース作りたいなと思っている時に、どういうコース作ればいいなんていうふうに聞くっていうよりは、普段どういうお菓子が作れたら嬉しいと思うとか、今はできないけど今後どういうものに挑戦したいと思うみたいなね、会話が普段からこう出てきたり、あとはどうしても失敗しがちなのってどういうところなのかなとかね、うん、その失敗さえ克服できればいいなって思ってたりするよねとかね、どこで失敗しがちっていうのが分かって、まあ、それがね、まあ、例えばねマカロンの作り方なのであればそうだし、まあ、カヌレの形がうまくいかないとか、そういうね、まあ、爆発しちゃうとか、そういうなんか大体問題は話していたら分かるんですよね。だからそこの問題点を解決してあげる内容のものを作ればいいんだっていうことですよね。そういうのを必ず聞き逃さないように会話をしていくっていうところですよね。もちろんね、アンケートとかも大事なんですけれども、アンケートってなんかちょっとトリッキーなことがあります。はい、ミュウさん、若葉先生の顔が21時に見られると嬉しいですありがとうございました。本当ですか？そんな、はい、嬉しい、なんて嬉しいことを言ってくださるんでしょうか、ミュウさん。はい、やめたわけじゃないんでね、加水
火曜日水曜日の21時はできる時はやっていきたいと思いますので、これからもねよろしくお願いします。はい、なんでねちょっと本題に戻るとよ、アンケートの取り方なんですけれども、だからね、今さっきまで何言ってた、だから人の問題、希望や失敗とかそういうところから、そういうところに、宝が潜んでるっていうところなんで、そういうことを無視してですよ、例えば私メイクがすごく得意、そしてお菓子も教えたいだとすると、メイクアップとお菓子作りを融合した今までにない全く新しいレッスンを考えたんですけどどうですかとかでね、いきなりそれをアンケートっていう名のもとに聞くんですよ。そうするとね、大概みんないい人だから、あ、先生いいと思います、あ、先生のメイクも習ってみたいですわ、キャーとか言ってくれるんですが、実際一生懸命 LP とか作ってバーンとね募集したら誰も来ないとかいうこともねあるんですよ。これは傾聴力全くないよね。いやだって聞いたもん、聞いたらみんなやりたいと思ったもんっていう、この独りよがりな質問はとその答えを聞きながら額面通りに受け取る、これ全然傾聴力じゃないっていうことです。はい、ここの違いですよね。はい、なので日々の会話がすごく大事っていうことで、さっき言ったね、一番最初に説明したように傾聴力のこの文字ね、ただの門構えに耳じゃなくて、耳辺に目と心ということでね、耳から入ってくる情報と目から入ってくる情報と、あと心というか頭というかね、ここら辺を駆使して相手のことをより深く理解しようと思うっていう、そのスタンスが常に私たちお教室の先生には必要なんじゃないかなって思った、そんなお話をさせていただきました。というわけでですね、皆さん聞いていただいてありがとうございます。最初ねちょっとね聞いてくださる方が少なかったんで、もう一回ごめんなさい宣伝させてください。動画の入門講座をやります。これはですね、今私のリットリンクねを見ていただくとリンクが貼ってありますので、ぜひちょっとね覗いてみてください。2時間でもうすごくね効率よく、まず何をやればいいのっていうところがね分かる、今更人に聞けないみたいなことがね聞きやすい入門編の講座になりますので、興味がある方はぜひそのね LP 見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで101回目のインスタライブですが、今後も火水9時やっていきますので、皆さん見ていただいて、でですね、来週はね、100回を越したので1回記念行事みたいな感じでちょっと大きめなデモンストレーションもやろうと思ってますので、ぜひそれもね見ていただければと思います。それでは皆さん遅い時間までありがとうございました。あ、ウェルブレッドプードルさんパチパチパチやってありがとうございます。はい、それでは皆さんまた、今日は火曜だから明日はあるんですよ明日はねお菓子作りの話、バタークリームなんかの話をねここのスタジオからお届けしますので、ね、たまにはねお勉強系じゃないお菓子の話もしたいと思いますから、ぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。それではおやすみなさい。